皆さん、こんばんは。今日は2023年3月3日金曜日です。今日のテーマは、まだびっくりしますね。私はびっくりしました。これは最近の話ですね。結構、中国の社会についての話が多いんですが、今日ですね、また話聞いたんですよ。中国ではデ稼ぎ労働者が多いんです。仕事が少ないんですね。 そうすると、給料が安いんですよ。時給はですね、7円です。7円ですと、138円です。今日のレートでは、138円が1時間の時給なんですよ。これがですね、講習です。聞いて本当にびっくりしました。ほら、服、自慢することが大好きな習近平ですね。 中国の共産党大会で自慢はなかったんですよ。これについて話をしたいと思います。もうすぐ開催することになりますが、3月5日ですね、共産党の大会です。あるいは人民代表大会と言います。その前に準備会議がありますので、日中全会という会議が終わりました。今まではですね、このような会議でしたら、そこで 習近平は出てきて絶対自慢するんですよ。なので、私は最近の動画でですね、習近平の話はあまりしなかったんですよ。今回はですね、とても静かでした。習近平の自慢はあんまりなかったんですよ。でもですね、タコさんの改革はあったんです。簡単にまとめると、国会というものはですね、これからなくてもいいようなものです。すべての政策はですね、 党あるいは習近平が決めていくんですよ。今までの会議でしたら、習近平思想というものを強調するんですね。私は何回も動画で話をしましたが、彼はリーダーですよ。習近平思想と言いますよね。でも今回はあんまりなかったんですよ。今回はですね、党の位置を強化する。でも党の代表は習近平ではあります。あくまでも、 党の位置を強化する。習近平の位置をですね、強調することはなかったんですよ。習近平は自分の権力を拡大、あるいは強化、あるいは自分の権、まあ、権威と言いますが、権力を守ることをたくさんしてきました。でも彼はですね、何をやっても失敗で終わってしまうんですよ。彼は何をやっても失敗するんですよ。そして今回ですね、彼は逆に、 自慢したくてもですね、材料がないんですよ。自慢できるものがないんですよ。また、今はですね、中国の経済は本当に悪いんですよ。そうするとですね、彼は自慢してしまうと逆に危険なんですよ。中国政府は宣伝がものすごい上手なんですよ。この状態で自慢してしまうとですね、良くないんです。国民に、えー、逆にですね、 反乱されるというか、あのね、抗議されるとかありますので。中国はですね、今はウープンとなったんですけども、実にはですね、経済が良くなっていません。失業者もいっぱいなんですよ。まずですね、今の状況を皆さんに報告してと思います。ここはですね、東岸なんですよ。東岸市ですね。外資系の会社はものすごい多いんですよ。お主にですね、 あの、海外向けの輸出、商品を輸出、商品を作って輸出する会社が多いんですよ。たくさんの農民工学ですね、ここに集まってくるんですよ。そうするとですね、仕事が少なくて人件費が安いんですよ。この方はですね、言いますが、時給は9元9元ですよ、と。9元はですね、197円です。つまりですね、まあ私は初めてなんですが、200円切ったんですよ。 200円来たんですね。これは、改革開放、何年ぶりでしょうか本当にびっくりしますね、この金額は。去年ですね、動画でも話をしましたけれども、毎年の7月、8月ですね、中国の大学生たちは、帰省する学生さんもいれば、友達の、同じ量の友達の田舎に行く人もいれば、大体ですね、夏休みとなってですね、みんな、 あの、アルバイトをするんですよ。なので、この東岸という都市にいてですね、流れ作業の仕事をする子が多いんですよ。そうするとですね、時給は大体ですね、15元ですね。約300円です。いい時は15元以上であったり、稀に30元という時代もあったんですよ。これはですね、2021年実にあったんですよ。15、まあ、30元弱ですね。あったりするんですよ。 約500円とかあ、600円とかもあったんですよ、時給は。ただしですね、アルバイトの子ですので、住み込みではないんですね。そして、工場側は、1日2食ですね、2回、食事は提供してくれます。それも嬉しいんですね。昼と夜は、えー、やはり嬉しいんですよね。ねもし、農民校ですとですね、長期で働くという意味で、時給はですね、18元が基本なんですよ。 18元なので、約、まあ、これも今年ではないんですが、今はですね、安いんですけれども、いい時はですね、22元であったりとか、でも、住み込みが基本です。食事は1日3食ですね、朝、昼、晩、提供するところが多いんですよ。なので、このカワネはですね、基本はもう、ほぼ全額ですね、貯金できるよっていうことなんですね。飲みに行こうにすれば嬉しいんですよ。 これで分かるのはですね、中国の輸出の会社は、ここまでしかお金は出せないよね、ということなんですよ。ここまで、あの、他方のお金、給料出したらですね、競争力、自分の商品はですね、売れません。現在ですね、他の会社ですが、この会社はとても、まあ、これ見てですね、若い子とても多いんですよ、実に。みんな若いんですよ。工場の外でですね、スピーカーがあるんですよ。 まあ中国ではですね、求人の時はあまり人権ないんですよ。何でも言いますので、あの、70年、80年生まれの子はいりません。一切いりませんと。つまり、40代と50代はですね、いりませんと。もう、あの、古いと言われますね。なので、中国では40代、50代はですね、再就職はものすごい厳しいんですよ。 もう前から厳しいんですね。だいたい共同経営とか、飲食店作ったりとか、あるいは屋台やったりとかするんですよ。なので、中国では、あの、40代、50代ですね、屋台やる人が多いんですよ。最終職が厳しいからなんですね。なので、工場の外で平、正々堂々と言うんですよね。70年代、1970年代以降に生まれる。あるいは、1980年代に、えー、生まれた子ですね。もういりませんと。 いりませんよと。そして他の工場はですね、まだ変わったんですよ。1990年に生まれる子はですね、いりませんと。そして過去33歳までなら応募は可能ですよと。つまりですね、33歳よりですね、若い子はいいんですよという意味ですね。つまり若い子だけ取りますよという意味ですね。そしてこの間私は求人情報を見たんですが、 運搬ですね。運搬。工場で流れ作業があって、それを運搬するか、まあ、あの、そういう、ま、体力的な仕事ではありますが、45歳までの男性なんですよ。条件ですね。なので、45歳超えたら、運搬の仕事ですらないんですよ。あの、まあ、体力的に使うのは事実ですが。そして、ここはですね、若い子も多いんですが、まあ、時給はですね、急減、急減、急減。 無理なら買えて買えて買えてって言うんですよね。スピーカーで言います。若い子だけ取るんですよね。まあ、受給は9件ですと、この会社は。まあ、現在ですね、多くの会社は輸出っていう商品を、そういう輸出する商品を製造する工場はですね、ほぼみんな受給制にしたんですよ。その方がですね、経営者にすれば男なんですね。受給制にするとですね、社会保険はもう負担しないんです。 しないほでいいんです。そして、雇用保険はもういりません。アルバイトですのでみんな。でもですね、工場側もこれは仕方ないなんですよ。外国の注文はですね、あるんです。実務にあるんですよ。あってもですね、量が少ないんですよ。そして、急に注文が来てですね、急いで生産して送るんですよ。つまり、注文は続きません。 私はですね、これも内部の話なんですが、聞いた話なんですけれ,どけれども、一時的にですね、増産、あるいは生産はする、その商品の生産が終わったら、もう解散となります。これは原因があるのですが、東南アジアですね、例えばベトナム側ですね、ベトナム側はもう生産しているのですが、でも間に合わなかったりとか、あるいは不良品がですね、日本の方が、 ベトナムに行ってですね、検査するんですよ。検品するんですよ。検品してですね、ちょっと不良品が多いんですね。多いらしいんですよ。なので、多い分はですね、もうまた増産と生産は間に合いませんので、中国の工場に発注して、急ぎで作ってもらっています。こういう流れなんですよ。なので、中国の工場はですね、今回は緊急対応という意味で、増産ですね、生産となったんですよ。続きませんね、という意味です。これで、 多くの農民子たちは逆に大変ですね。せっかく東海に来て、都会に出てきて、仕事がないんですよ。交通費だけかかってしまうんですが。そして、蘇州もそうですし、蘇州はですね、南京ありますので、南京の周辺もですね、ものすごい都会が多いんですね。なので、蘇州の経済はものすごい良いんですよ。しかしですね、蘇州の時給はものすごい安いんですよ。 多くの農民校はですね、出稼ぎ労働者ですが、給料が安いから、蘇州からも帰りましたと。もういいです。蘇州からもう離れ、離れます。いいです。人気はあまりないんですね。原因というのがありますので、蘇州はですね、少し、あの、観光の都市が多くて、南京もそうですが、物価は高いんですよ。生活費がどうしても高いので、コストがですね、給料が安かったりすると、 田舎への主役フリマもできませんと。そうするとですね、訴訟にいても意味はないと判断してあります。ある男性ですね、IT 企業に勤めてきたんですが、35歳です。2022年元旦、年末でしたが、リストラとなったんですよ。今年から再就職活動していますが、履歴書をですね、メールで送るんですが、いっぱい送ります。でもですね、面接は一社だけです。 これはですね、本当に珍しいんですよ。昔ですと、ものすごいタコさんの電話がかかってくるんです。現在ですね、タコさんの若い子たち、30代前後ですね、若い子たちが沈みをとなってですね、家族にはもう話さないんですよ。なので私は、これは私のですね、あの SNS で発信もするんですが、 中国の若い子にはですね、やはりお父さん、お母さん、親族に話をしてくださいと。お父さん、お母さんはですね、親族はみんな心強いですよと。あなたのこれからのショックでショックを受けることがないんですよと。話をすることが大事ですよと。相談することが大事ですよと。いうふうにアドバイスはしてありますけれども。これも、あの、原因がありますけれども。あの、皆さんはご存知の方はいらっしゃると思いますが、 今まではですね、中国は改革開放してきましたね。この状況はですね、本当に初めてなんですよ。なので、これはですね、若い子が初めて経験して、ものすごいショックなんですね。30代にしても、40代にしてもですね、の方は、ものすごいショックなんですよ。どうしてかと言いますとですね、中国は改革開放する前ですね、あの、国営企業に、 勤めることがもの普通なんですよ。当たり前です。みんな公務員だったっていう時代なんですよ。個人の会社はダメでした。個人の商売も禁止だったんですよ。なので、みんな国営企業に勤めるのが普通だったんですよ。まあ、しかしですね、改革開放しましたね。中国の経済はそれからですね、ものすーっと成長してきましたし、仕事はですね、いっぱいあるんですよ。 転職はですね、中国ではもう普通です。働いて、辞めて、休み、休みます。しばらく。また働く方がとなってですね、すぐにですね、仕事が見つかるんですよ、それが。例えばですね、中国には、こういう会社がありますが、エグゼクティブサーチっていう会社ですね、ものすごい多いんですよ。あの、私の知り合いですね、中にもいるんですが、 これはですね、人材をスカウトするっていう会社ですね。まあ、人材を狩りするっていうふうに表現してもいいでしょうし。なので、当時はですね、人材の奪い合いなんですよ。人材がとにかく欲しいんですよ。これも原因がありますので、需要があるからなんですね。例えば、外資系の会社は、まあ、大体日本の会社が多いんですが、日本の会社はですね、例えば日本のイオン、えー、もそうですし、例えばですね、 中国に進出してきましたね。まずは人材が欲しいんですよ。んどういうふうなの人材なのかと言いますと、日本語ですよね、まずは。それからスキルですね。例えば、あの、営業経験とかあったり、経営企画とか、そういう資格ですね。持っていれば、有利ですね。なので、とにかく人材が欲しいんですよ。文系か理系かですね。例えば、生存業でしたら、理系の人材が欲しいんですね。という意味なんですよ。なので、 この会社ですね、あの人材をスカウトする会社に紹介してもらいたいんですね。消費量、あの紹介量、あの渡しますので、当然ですね。なので、人材が欲しくて、人材を確保するために人材を紹介して欲しいですね、という意味で、この会社にお願いをするんですよ。なので、この会社はですね、人材をスカウトする会社ですが、一生懸命動くんですよ。とにかく人材をですね、探し出します。 条件を会社から聞いて、なので人材を探すしますので、大体ですね、もうライバル社に電話するんですよ。あの、これも、あの、あの、ちょっと例ですが、例ですよ。例えばですね、日立の会社に依頼されて、三菱の人材スカウトするんですよ。なのでライバルでしょうそういう意味で、もう本当にそういう時代があったんですよ。そこに、 あの会社に電話してですね、なんとか作戦立てて人事部の人間に繋がってもらって人材を誘い出すんですよ。なんとかするんですよ。まあ、あるいはですね、これもよくある話なんですが、単純に言えばですね、iPhone の、iPhone をですね、製造する工場で、の外で待機するんですね。で、若い子たちが仕事終わりますので、流れ作業ですが、そこで仕事終わって出てくるんですね。出てきたら、この、 スカウト人はですね、あの、出て、まあ、すぐに追いかけて、声をかけていきます。名刺を出して、転職して、あの、もらいます。転職しませんが、と。今の給料はいくらですか、と。うちではこんだけの給料出しますよ、と。うちに来ませんが、と。すぐに契約しましょうよ、と。すぐに入社できますよ、というのがあったんですよ。なので、簡単に言えばですね、当時、中国にはものすごい仕事がいっぱいあったんですよ。 ま当然ですね、この風景を見て、あの、タコさんのですね、香港の若い子もそうですし、特に台湾の若い子はですね、みんな中国に来ていたんですよね。来たら絶対仕事あるんですよ。そういう時代があったんですね。しかし、現在はですね、逆です。若い子がですね、失業して、最初はいいんですが、どんな状況かわかりませんので、まあ、コロナ3年間も続いてきたわけですので、 まあ完全にですね、社会は変わりましたし、しかしですね、リストラとなってですね、半年間、仕事を探します。探してもですね、就職はできません。となってくるとですね、自信がなくなってしまうんですよ。精神的におかしくなったとは私は言いませんが、自信がなくなってしまってですね、まあ自暴自棄となってしまうんですよね。と私は感じています。まあ大学生はですね、その業して、 社会経験がなくてですね、就職もできませんし、でも、田舎から出てきたんですよね。大学費も、うん、かかりますので、生活費もかかりますので、どうしても自分で稼いで、田舎に、ま、借金もあるわけですので、まあ、返さないといけませんし、なので、宅配をする子が多いんですよ。宅配はですね、大体、美談配達。まあ、あの、ウーバーイーツのようなものですね。 あの食料品を配達するんですね。まあ、当然ですが、食料品高い点はないんですよ。何でも配達しますので。なので、これもビダンという会社ですね、の統計ですが、2022年、去年でした。300万人の、300万人のですね、若い子が、えー、20歳から30歳です。この300万人の中にですね、学歴は、大学生の方は6.7%増加ですと。 そして、どの子らの人間がで、人数はですね、発表していませんが、でも、大学院生ですね。300万人の中には、大法院卒は6万人もいるんですよ。これが現実なんですよ。大学院まで行って、あの、宅配するんですよね、と。っていうのが今の時代なんですよね。中国はですね。本来は、もっと普通の会社行きますよね。あるいは、外資系の会社に行くんですよ。 本来はですね。あるいは、あの、塾の先生とか、家庭教師とかですね。あれもすごい人気あったんですよ。でも、今はもうないんですね。まだ、2022年の後半ですが、中国はですね、去年の後半、6月から12月ですが、外資系、外資系の会社、あるいは外国からの投資はですね、425億ドルでした。これはですね、ものすごい暴落と言います。 同期比2021年はですね、より73%暴落だったんですよ。2021年はですね、まだコロナとなったんですけれども、でもそれよりもですね、下がったんですよ。そして、18年間で初めての下落となって、これは、この数字はですね、1999年から統計したしてですね、初めての下落幅でもあります。そして、中国では2000年から 2020年までですね。この20年間、外国からの投資ですね。平均半年間ですね。1600億アメリカドルが普通なんですよ。平均はですね。しかし今は425億ドルとなったんですよ。まあ、去年の後半ですが、今年はまだわかりません。また、これからが3月ですので、原因はですね、あります。 一つ、外資系の会社はみんなですね、中国プラス1っていう作戦にしたんですよ。例えばですね、中国で製造、中国で販売すると、そして東南アジアの工場は世界へ輸出すると、そういう作戦にしたんですよ。結果ですね、これも長く続きませんので、中国にある会社はですね、工場はどうしても縮小していくんですよ。絶対にですね。あるいは、 包丁的になってくるんですね。例えば、さっきも言いましたが、東南アジアの工場は少しトラブルがありました。あるいは不良品が少しあったんです。あるいは、輸出、輸入の時はですね、少しぶつかりました。そうすると、不良品が出てきます。中国には工場まだありますので、そこでちょっと生産してもらいりましょうかと。なので、包丁的ですね。このようなことはですね、今はあるんですが、 長い目線で見てですね、最終的にないと思います。もう閉めるでしょうと思います。多いても仕方ありませんので。特にですね、最近私は木で話しては自動車のメーカーですね。自動車部品の製造メーカーなんですよ。中国から離れていくっていうスピードはものすごい加速しています。これもですね、原因があるんですよ。地政学の問題です。例えば、中国はもしですね、台湾海峡で まあ、変なことをしたらですね、あるいは、思いっきりロシアと同盟国となってですね、ロシアに武器を提供するとなったらですね、ロシアと同じように制裁されてしまうんですよ。そうすると、中国にある自動車、部品のメーカーはですね、もう全部終わりですね。中国政府に募集されるんですよ。絶対ですね、ロシア政府と同じようなことをしますので、これが大変なんですよね。そして、 去年の年末までですね、中国にあるソニーのカメラのメーカー、まあ、工場ですね、閉めようとしたんですよ、実は。でも中国政府はお願いをしたんですよ。現在ですね、中国で販売するカメラは中国で製造しましょうかとなったんです。そして日本向け、世界向けのカメラはタイで製造するんですよ。これからタイの会社はですね、もう、あの、生産、 スタートとなるところです。まだ、あの、やってないです。これからですね。なので、でもですね、中国には一部の製造ラインを残します。これも、万が一のために置くんですよ。っていう意味ですね。まあ一応中国政府のメンツもあるわけですから、一応は置いときますと。というイメージですね。しかし、長くは続きませんよ。いくら、それの、 カメラですね。中国で生産して、中国で販売すると言ってもですね。そこまで買う人はいないでしょうと思いますね。そんなに頻繁に買い替えするものではないんですよね。一眼レフ。まあ、日本の一眼レフは、あの、あれですよね。寿命も長いですので、長い間使いますので、毎年携帯のように、スマホのように買い替える人はあんまりいないと思いますよ。なので、最終的に閉まるでしょうと思います。 そして、今はですね、中国はオープンとなったんですね。最初は世界の投資家にしてもものすごい人はですね、期待されていました。それはですね、中国政府の宣伝を信じていた,いたんですよ、まあ。きっと中国にはリベンジ消費というものはですね、起きるでしょうと、経済が一気に復活するんですよ。ね、と。しかしですが、逆ですね、どんどん中国の経済はダメとなってきました。 この間ですね、私の聞いた、うん、話ですが、日本、中国にあるですね、日本のお弁当箱ですね、作る工場があるんですよ。そして、メガネのフレームの工場、メガネのレンズですね、を製造する工場もですが、中国からも日本に帰るとしました。そして、中国から帰る会社もあるんですが、東南アジアに移設する会社もあるんですよ。タイはですね、 外国からの投資は2022年、去年でしたが124億ドルでした。これは2021年より36%の増加なんですよ。中国は激減ですね。でもタイはものすごい増加です。フォックスコーンという会社ですね、アップルの製品を製造する工場ですが、タイで電気自動車の製造工場を作ると宣言しました。本来はですね、中国で 作るはずなんですが、でもタイにいたんですよ。これも現実なんですね。一応、一応ですね、アップルカーは出てくるらしいんですね。わかりませんが。準備とも言えるでしょうか。わかりませんが。アメリカの会社はですね、プラスチック、ゴムを製造する会社もタイにいたんですよ。もうこれがですね、ものすごい中国から離れていこうとするんですね。そして、 ベトナム側もですね、外国の会社に対してものすごい大歓迎です。特にサムソンです。2.2億ドル投資して、ベトナムでサムソン開発研究センターというものを作ったんですよ。現地で2200名、現地で人材を募集しました。集めたんですよ。なので、現地でもスカウトあったんです。と聞いております。そして、世界サムソンスマホ事業部の本部にしたんですよ、そこに。 中国の経済についてこれから注目したいのは3月5日に一応予定としては開催する共産党大会ですね。ここで2013年今年の経済発展についての数字は公開されます。しかし中国の地方政府の財務はですね、実にはもういっぱいなんですよ。私はあまり期待しないんですね。特に天津です。 天使の政府はですね、いつ破綻するでしょうかそれがですね、破綻してもおかしくない状態なんですよ。中国の政府はですね、地方政府の財務について、レッドラインというものを設置したんですよ。120%を超えたら警戒するというレッドラインですね。 天使の債務率はですね、債務率は220%を超えて、しかしこれはあくまでも公開した数字であって、公開できない借金の数字ですね、入れたら多分300%超えたでしょうと言われています。中国の債務率と言いますが、地方政府の中国の場合ですが、政府の税収プラス 土地の販売の収入にプラス中央政府からの補助金もあるんですよ。これはですね、全部合わせて借金の1.2倍以下にしましょうということを設定されています。これがレッドラインと言いますが、ただし、レッドラインを超えてもいいんですが、中央銀行からの借金はもうできなくなるんですが、あるいは制限されてしまいます。つまり、このレッドラインですね、ある時代で、 あの、これ以上のインフラ建設は厳しいんですよ。工事自体が。なので、このレッドラインが逆にですね、設定がなければ、中国の地方政府はいくらでも借金するんですよね。あの、頭が悪いからですね。なので、地方政府も警戒して、一応レッドラインというものを設置しました。しかしですね、現在の地方政府はみんな利息の返済だけでいっぱいですね。 天使以外にチベットも大変ですし、ウォナン省もウチモンゴル、そしてコナン省も福建省もサントン省もみんな大変なんですよ。借金いっぱいです。つまりですね、中国は本来であれば経済が回復して国民のみんなが豊かとなったらですね、良くなるんですよ。政府が借金をしてですね、インフラ建設しても国民には豊かになることはないんですよ。 またですね、逆な効果もあるんですが、物価が上昇してしまう可能性も出てきます。まあ中国の場合ですね、政府が借金するっていうのはですね、一つ、市場からお金を借りることですね。そうするとですね、新しい通貨、新しい紙幣、人民元っていうものをですね、発行しないということです。あくまでも借りたんですね。借り物です。借りたものです。市場からお金を借りて、 市場でのお金の規模は増えません。大丈夫なんですよ。でもですね、中国の政府はこれからですが、もし政策性銀行から借りたらですね、話が全部変わります。まあ、他の国にはわかりませんが、日本にはないと思いますが、中国にはですね、ポリシー、バンクというものがあるんですよ。つまり、あのー、政策性銀行あるんですよ。中国の輸出、輸入銀行あります。 発展投資7などですね、そういう政策の銀行があるんですよ。この銀行はですね。この銀行は外国から借りることもあったりするんですよ。中央銀行から借りることもあったりするんですよ。つまりですね、通貨を発行するというイメージですね。もしこれから中国では地方政府、インフラ建設しましょうとなってですね、投資しようとなるんです。 例えばですね、新しい空港を作りましょう、新しい鉄道、新しい地下鉄をいっぱい作りましょうとなったらですね、この銀行がお金を出したらですね、の場合ですが、中国の通貨が絶対増えるんですよ。つまりですね、簡単に言えば、中央銀行がお金を印刷するというイメージですね。そうすると、物価は間違いなく上昇するんですよ。そうすると、中国の人民元がですね、 減安になってしまう可能性もあるんです。ただし、これも量によって違いますので、これからですね、注目しないといけないというふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。